共に第4世代ジェット戦闘機である回 -16 とスマイナス -27 第4世代ジェット戦闘機とは、それまでの戦術航空機での戦訓と技術の進歩から1970年代に概念が打ち立てられ、おおよそ1980年代から運用が始められ、おそらくは2010年代以降まで運用されているであろうジェット戦闘機の一軍のことを言う。これらの 第4世代戦闘機の中でも、電子機器を中心に一歩進んだ技術を有し、第5世代ジェット戦闘機の特徴のいくつかを備えた、ものは、第4.5世代ジェット戦闘機と呼ばれることもある。代表的な第4世代ジェット戦闘機としては、アメリカ合衆国の F-14、回 -15、回 -16、回 A-18、ロシアのスマイナ S-27 系。27 ミグ -29 系などが挙げられる。1956年に配備の始まったサイドワインダーを装備した回マイナス86戦闘機が1958年の台湾海峡における金門砲戦時の大規模な空中戦などで戦果を挙げた事例などから今後の戦闘機同士の戦闘は遠距離から射程の長いミサイルを発射して相手を撃墜するものになるという。 ミサイル万能論が主流となり、空対空兵装としての機関砲は軽視されるようになっていった。加えて、戦争は核兵器を搭載した超音速爆撃機が主流となるとされ、新機開発の比重は、対戦闘機戦闘を主目的とした、制空戦闘機からミサイルによる爆撃機揚撃のための回 -102 のような揚撃戦闘機や、 対地攻撃力を補充する回 -105 のような戦闘爆撃機に移っていった。当初、回 -86 の後継とされた回 -100 も戦闘爆撃機に転用され、回 -101 や回 -104 なども機動性を軽視した仕様となった。こうした経緯からアメリカ空軍はベトナム戦争開始時期に十分な格闘戦能力を持つ機体を保有しておらず、 ミサイルの信頼性と機動性の悪さ、ロックオン下の範囲の狭さからミサイル攻撃でも、機動性を要求されたことと、ミサイルを撃ち尽くした時や最低射程距離以下での戦闘では、機関砲なしででは、撃つ手がなかったこと、ミサイル回避にも機動性が必要だったことに加えて、初戦での同士撃ちを契機に定められた、交戦規定により、旧式のミグマイナス17やミグマイナス21との、 格闘戦闘に巻き込まれて苦戦を強いられた。ただし1961年当時の国防長官のロバート・マクナマラの推し進めた空海両軍の基地統一により導入した海マイナス4が比較的機動性に優れていたためベトナム戦争をしのぐことはできた。また核攻撃の手段が ICBM などの弾道ミサイルへ移行し、 爆撃機による核攻撃の可能性がほぼなくなり、超音速溶撃機の必要性も低下した。この戦訓から機関砲の搭載と機動性に優れた戦闘機が求められ、これに応える性能を獲得するため、ベトナム戦争直前から提唱されていたエネルギー機動性理論をもとに、全世代の大水力、ターボジェットエンジンより、はるかに水力重量比の大きな戦術航空機用の アフターバーナー付きターボファンエンジンが装備された。水力の向上とエンジン重量、機体重量の軽減に加え、機動性能向上のための主翼面積拡大、ラックスやカナード等の空力デバイスの追加も行われ結果、ドッグファイト能力にとどまらず、余裕のある水力重量比と空力性能により、制空や地上攻撃にも用いることのできる長い航続性能を達成し、加えて、 多用途に対応する高機能の電子機器搭載が可能になったことと、兵器搭載量、種類の増加により、本当の意味のマルチロール性を獲得した。アメリカをはじめとする、西側陣営のみならずソ連をはじめとする、東側陣営も影響を受け、このことにより、第四世代の多くの戦闘機は、そのような能力を備えるに至った。第五世代ジェット戦闘機は、 ステルス性を重視した機体形状設計のために機体形状に頼らない軌道操作を行う機種以外は軌道性能が低下しており、当世代機は機体形状をコンピューターによって数学的に設計されているため、機動性や速度性能といった格闘性能力において有人航空機の発展形態の一つの到達点に達している。 海 -15C ミグ -29 ミラージュ2 0アメリカ合衆国ソビエト連邦イギリス、ドイツ、イタリアユーゴスラビアフランス中国中国、パキスタン台湾イスラエルインド第4.5世代ジェット戦闘機とは第4世代ジェット戦闘機に分類されるが、第5世代ジェット戦闘機の一部の性能も備えている戦闘機のことを言う。第4世代ジェット戦闘機と呼ばれる場合もある。 多くは1970年代から現在までにかけて開発され、初の実用化に成功したものは、回マイナス15位、e、がある。第4.5世代ジェット戦闘機では、第4世代ジェット戦闘機の性能に加え、デジタルフライバイワイヤーとそれに伴う CCV 設計、ストレー機の大型化、カナードや水力変更のツールの装備などによって、空戦時の機動性を向上させたり、 ステルス性のある形状や素材を使う、アビオニクス類などを、より先進的なものにする、戦闘機のマルチロール化の数勢に従って、対地、対艦攻撃能力を強化する、などの工夫がされている。ただし、これらは一部の、第4世代機でも、採用例があるため、第4世代と隔絶した差があるわけではなく、それゆえに、第5世代ではなく第4世代の中の、 第4.5世代と分類されている燃料を短時間で大量に消費するアフターバーナーに頼らないスーパークルーズ能力についても言及される場合があるがターボファンエンジンよりも高速度向けの特性を持つ旧式のターボジェットエンジンが主流であった第2世代ジェット戦闘機の時代においてすでに実現した例があるまた第5世代機のスーパークルーズ能力は その高度なステルスと組み合わせての対空ミサイル、対空砲火網の突破という明確な目的がある。一方で、ステルス性能を持たないか、限定的な第4.5世代機で、アフターバーナーなしのスーパークルーズを達成しても、それに実用上の意味があるのかどうかは疑問視されている。多くの、第4.5世代ジェット戦闘機は、カス -15E、カス -16XL、カイ、 A-18E ナス3 0 k のように第4世代ジェット戦闘機の改良型として開発されているスマイナス3 0マッキーユーロファイター台風雲海マイナス -2 アメリカ合衆国ロシアイギリスドイツスペインイタリアフランススウェーデン中国日本アメリカ合衆国ミグ -35 ロシアでは第4世代ジェット戦闘機のさらに上の性能を持つ機体として 第4世代戦闘機という定義を使用しているロシアスマイナス -27 を相手にした空中格闘戦での想定勝率グラフ性能向上型のスマイナス -27 と空戦時の勝利確率をそれぞれの機体の能力から求めたタイフーンの開発主体であるベシステムズ社のデータである戦闘機の性能が向上するにつれて各機種の性能の比較は 言葉や数字では大変表現しにくいものとなってきている。過去においては、その機種のスペックを見れば、大体の性能が分かったが、現代の主要な戦闘機では、その他に、機動力、フライバイワイヤー、アビオニクス、ステルス性、操縦性などの要素が、性能に大きく絡んでおり、数字では表現できなくなったためである。そうしたことから、 その機種の撃墜数で性能が評価されることもあるが、世代が違ったり、交戦記録がない戦闘機同士では、その評価が曖昧になる。例えば、カイイマナス -15 は、アメリカやイスラエルの情報によれば、これまで撃墜された記録がなく、世界最強の戦闘機と謳われることがあるが、カイイマナス -15 よりも、格段に性能が良いカイイマナス -20 にも、これまでに撃墜された記録は皆無である。 と言っても、訓練のみで実戦にはまだ使われてはいない。また、その他に、各国では、戦闘機の性能評価を探るため、数機種での合同練習を行うことがある。これは、比較的大規模になることから、あまり実施されないが、現代においては信頼できる、性能比較となる。また、1994年に、イギリスのディフェンスエバァリエーションとリサーチエージェンシーは、 スマイナス35を基準とした4.5世代の戦闘機を実際のパイロットたちに参加してもらい、ネットワーク上のシミュレーションで対戦させ、性能評価を出したことがある。この記録は、当時は第5世代ジェット戦闘機の電子機器類などについての情報があまりなかったため、多少異なる点もあるが、世界的に有名な性能評価である。性能向上型のスマイナス27を、 基準位置としており、数値が高い方が性能が高い。ただし、これは2014年現在からは20年も前のデータであり、現在の電子機器類の著しい発展等は含まれていない点は留意する必要がある。また、F-15E は戦闘爆撃機としての性能を追求した結果、空戦能力では解、解 -15C よりも妥協しているはずだが、この性能評価では、 それが逆転している。ありがとうございます。